おはようございます。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 まあ今日も撮影デーになってるんですけど、はい。今日何本撮りですか今日は？4本撮りぐらいでしょ？4本撮りぐらいかな。うん。ただまあお腹空きましたんで、その前にちょっと朝ごはんを食べに行きたいと思います。そういう予定じゃなかったんですけどね。はい。でその朝ごはんを食べるところも見てもらおうと、うん、包み隠さず言うておりますと。はい。じゃあ行きましょうか。行きましょう。到着。車の量多いね。あ、でも人は並んでる。レインボードライブに着きましたんですけど、はい、ちょっと並んでる模様なので、はい、ちょっとねこっからね電話オーダーしてその電話オーダーのラインの方にね、はい、並んでピックアップしたいと思いますね。裏技やね。裏技ですよ。裏技。なんかうまさのある？朝ごはんある？これ全メニューで見てるけど、チリと。フレンチトースト一緒だ。フレンチトースト美味しいな。ハンモックする？フレンチトーストCan I make a phone order? Go ahead. Can I have fried waffle? The plain waffle, and French toast. One French toast. Oh, I'm sorry, but out of French toast. Out of French toast. And strawberry waffle. Okay, one more strawberry, okay. And corned beef hashed. I want an egg. Sunny side up. Breakfast or fritters? Breakfast. That's it.Scrambled egg? Yeah. No.あれやろ？サニーサイド。サニーサイドアップ。Yeah. Gravy. Your name? Mikey. Okay, 10 minutes. Okay, thanks all. Bye. ということで、無事オーダー完了しましてと。はい。一回列の方見てもらおうか。車から列見てもらうと。2、4、5、10、12、20人ぐらいやね。まあこれを全部追い抜かして電話でオーダーできると。だからあれやな、ユニバでいうなんちゃらウルトラパスみたいな感じやな。ウルトラファストパスやな。まあということで、はい、ちょっと出来上がるの待ちたいと思います。はい、行きましょうか。よし、これ普通のオーダーの時はどこなんですかこれ？普通の時はあちら側で、フォンオーダーの場合はこっち。あ、ファストパスですね。ファストパス。3人で20度。ステラノド。ステラノド。お、入った。Thank you。ゲットしました。あとね。あそこ座ろう。行かれる。あ、行かれると。なんで行かれる？あんまり。あれ、一緒の人だよ。違う。早いな。ということでですね。はい。無事ゲットできたんですけど、ちょっと座るとこがなかったんで、ちょっとベンチでも探しながら、行きましょうか。まあ外で食べたいと思います。そうしよう、そうしよう。そうしよう。うん。紹介していきましょうか。ということでね、レインボーがいっぱいだったので近くの公園に来ましたと。はい、はい、僕が横断したのですにウィークエンドスペシャルのジャジャーンとジャジャーンとこっちかこっちやな。おお、どれか見えますか。ワッフォーワッフォー、これね、ウィークエンドスペシャルで朝しかやってないんですよ。だからぜひレインボー来た方はウィークエンドに朝来てください。週末の朝、はい、これねシロップかけていきたいと思います。こねんして、俺なパンケーキより全然ワッフルのが好きやねん。食べる機会ないよな。うん、実家にあれやったな、ワッフルメーカー挟むやつ。昔はね、ワンワッフルワンホールにね一つずつ買ってシロップのかけていったね、思い出があります。じゃあ早速いただいていこうか。一人でいいですか、先に見せてください。一列いったね、朝。うわ、これ俺大好きかもしれへん。揚げてんねん、フライドやから最高や。うんうん、うん、物ごっつうまい。物ごっつうまい。物ごっつうまい。持参のコーヒー。ああ、おいしい。もう一回。持参のコーヒー。ああ、うまいわ、これ。これ、バッチリですわ、これで。花咲くはやらんねえ。花咲くは。やらんねえ。はい、続きまして。僕がオーダーしたのはじゃじゃんとギャル。おお、ハイカラセクシーギャルにあげろバラクレや。これもギャルしか頼まん。これはうわ、すごいストロベリーの香りが。これはマイキのフライドワッフルになんか乗ってんの。ハウピアやったっけ。ハウピアとストロベリー。ハウピアとストロベリー。ハウピアはなんかココナッツミルクで作られたやつですね。ハワイの伝統的ななんか料理みたいなハウピア、まあそういう感じになっておりますわ。はい、じゃあ行きましょうか。僕あんまりなんか甘いもん好きじゃないんですよね。あんま食べへんよな。そう、でもたまに。でもフルーツとか食べるやろ。フルーツ一個も食わないだけど別に嫌いじゃないねんけど、なんかそれ食べたいってならへん。ああ、そうだね。多分みんなで言うナスビみたいな感じだな。いや、ナスビ好きやろ。食べたいってなる？食べてへんあんまり。まあでも買いもしんやろ。好きやけどな。だからみんなでピーマンとかそういう感じだ。そういう感じだ。だから朝ピーマン食うって言われたらいいかなってなるやろ。うん、そういう感じであんま甘いも食べないんですけど、たまにな、いいかな言うてたまにぐらいがちょうどいいんですよ。こういうのちゃんとストロベリー乗ってないところね。のせんのせんねん分かったあるが知ってるわ俺も。はい、いただきますわ。はい、うん、ハウゾン、うまい。ゴーちゃんこのワッフルがいいな。パリパリな、パリ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 ながらちょっとふわふわ、うんで、このストロベリーがなんかジャムみたいな感じで、ちょうどいいな。どう見た目ゴリゴリ甘そうやけど。うん、全然。このハウピアもそんな甘いねんけどさっぱりしてる。さっぱりしてるな。いいですね、それ。見た目よりかは重くない。あれはそのワッフルの外どんな感じ。結構パリ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 。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、はい、長男、はい、ゆうちゃんが頼んだのはこちらです。じゃじゃん、めくったってください。はいよー。で、これ何これ、これ何これ、これ何ですの、うん、ってなるでしょ。はい、皆さんご存知のコンビーフハッシュ。ご存知のね。ご存知じゃなかったね。頼んだ人がご存知じゃなかったらな、僕何食べてるかわからないんで、これ食べてからちょっと見てみようというね。ピーちゃん気づいてないと思うんですけどね、後ろにダイヤモンドがバッチリ。ああ、もう最高です。合わせてきました今回。ヴィンテージやで。ほんじゃあね、はい、早速ですけど食べていきたいと思います。お願いします。じゃあいただきます。はい、コーンビーフハッシュ。僕もちょっと思ってたのと違うんですけどね。これはハッシュポテト？違う。とビーフ？違う。コンビーフって聞いたらあれやろ。ご飯乗っけて。缶詰ではあるよな、コンビーフってな。そうそうそう、あれや。あるよ。でもそれはさ、あれやで。この部分だけちゃうの。じゃああれやねん。それも潰し、それも一緒に潰し、かむし。こうなんの？うん。どないでっか。うんふん。ここのロコモコ食べたことある人は分かると思うんですけど、このグレービーがうまいんですよ。はいはいはい、ちょうどいい。卵割れる瞬間ちょうだい。じゃあちょっといっちゃいますよ。はい、割っちゃうところ。デューシュデューシュデューシュ。おお、いい感じでサイドサイドアップ。エロいです、エロいです。朝からエロいです。やっさ、以上でした。ありがとうございます。はい、ほんまワッフル食べるの久しぶりやな。ワッフル好きなんだよ。いただきます。カレーみたい。おいしい。ハオゾーン。おいしい。グッチャンちょっとドーナツみたいな揚げてるから。そうやね。ドーナツといえば俺、日本のセブンイレブンのオールドファッション、めちゃめちゃうまい。セブンイレブンなんだ。セブンイレブンが一番うまい。へえ。外カリカリやねん。へえ。で、中ふわ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 でもないけど、うまい。ワッフル美味しいわ。だからもし2人とかでオーダーするなら、なんか1人甘いもんで、1人勇気が頼んだちょっと塩辛いもん頼んで、俺も塩辛い、なんかシェアするのもいいかなと。結構さ、両極端やん、こっち。こってりやん。まあ塩辛いのも甘いのも。それワンプレートでしんどいよね。ワッフル、例えば2ピースでさ、これって珍しいの。これ、ホールで来るんかな思った。確かに。でも、これぐらいがちょうどいいよな。フレンチトースト5枚あんのであれ。な。どういう、まあ、5枚、半分が5枚じゃない。2.5 枚、トースト。ほんま、戻すじゃない。いや、どうせ後で食べるし。それよう言うな。食べるやろ。食べるけど。もう言うてる間いくない。出そう。食べるけど、これ朝ごはん。今に見とけ。今に見とけ。うまい。まあ、コーヒーなかったら俺死んでたから。俺も。いいな、この気持ちいい。今日蒸し暑くないな。若干弱点言ったらちょっと脂っこい。なんかそれぐらいでちょうどいいんちゃう。ちょうどいいの？このちっちゃいから。これワンホールはしんどいんちゃう。これ1個で十分やわ。1枚で。俺も1枚で十分。これは俺ワッフル結構何枚でも食べれるみたいな。ブラザーズの基本的な朝食はどんな感じですか？シナモントースト。僕はね、2人はセブンイレブンのドーナツ。ドーナツのポンデリング。甘いの好きな人やん。抹茶味、抹茶チョコレートみたいな感じやな。でもそれ1個だけ朝ごはんとブラックコーヒー。朝時間ないからさ、もうパッて食べれるやつがいいの。でセブン入れのドーナツあんま美味しくないやん。そうやな。でもあれは唯一美味しい。こっちのセブン入れやな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかった。この景色と一緒に。だもし多分来る頃になったらね、結構レインボーいっぱいとかなると思うんで、こういうちょっと離れた公園に来たりとかしたらまだ違う雰囲気でね、もうさらに美味しくなるかなと思います。例えば基本ね、結構行列できてるんでね。そうそう、今回みたいに電話でオーダーやな。なんて言ったらいいの、それがフォンオーダーで「Can I order for pick up?」とか「Can I make phone order?」とかって言ったら、じゃあもう作っといてくれて、じゃあ作ってくれて、違うラインでもう裏技パスですね。いいよ、そういう裏技知識、うん、ということで、はい、今回はねレインボーで朝ごはん食べてみましたと。はい、視聴者もハワイに来た際はね、はい、行ったことない人は、はい、ぜひ行ってみてください。はい、ということで、はい、これからもねブラザーズを応援してくれるという方は、はい、グッドボタンとチャンネル登録とコメントお願いします。はいよー。ありがとう。よし。今回多分これだけいいぞ。いいよ。